どうも鈴木です。ちょっとね、また開いちゃいましたけども、なんとスタンドキッチンルポンがランチ始めました。1時半から4時まで投資です。ここから夜営業行きます。元気は使いません。そこ重要。はい、鈴木さん寝不足なんで眼鏡でごまかしてます。誰かランチのバイトの人、夜のバイトの人してます。お願いします。はい、休ませてください。すいません。お昼の感じメニューは、まず基本的には漬物小鉢2個、でないと雑穀ぐらいの週替わり、月替わり、週替わりが年収は天津飯だったんですけど、出ますね、天津飯。オルタスさんからのある動画いっぱいもらったんで、画像も。今ルーローハンですね、はい、これが上がることにはもうルーローハンじゃないので、この辺はインスタの方で結構願います。それではね、最初にまずランチの紹介ということで、まかないがてら一品頼もうかなと思います。いきます。こんな感じです。ランチは彼が、あの井村君の後輩です。彼が入ってくれたんで、ランチができるようになりました。はじめまして、近川君です。ほら、美味しそうな作りそうでしょ。あの奥にいるのはリックです。リックリック元気とか、リックさん見てるよ、応援してるよって声かけてください。まだ本人からはなかなかシャイボーイなんで声かけられないんですけど、あのみんなで育てましょうね。じゃあ麻婆豆腐ください。はい、どうぞ。ライスで。ライスで。はい、はい、ではどうぞ。麻婆は夜は国産牛のもも肉ですけど、粗挽き、まあ、ランチなんです。月火水木金土日って感じ。もう一回もう一回戻る。まあまあいい、本当に。お待たせいたしました。ほら、美味しそう。もう、まあ、そうそう、ね、注文そう。これは自家製のワンタン、ピザーサイ、蒸し鶏のネギソースですね。これ可愛い。スープも、今はキクラゲ、卵、トマトかな。実食で、先生、いただきます。来てるよ。ああ、山椒の香りすごい。めちゃうまい。なんか肉感もすごいし。やります。うまい。マジでうまい。生麻婆なかなかないんでしょ。ねえ、ビール飲んで。西荻窪住みたいよ。こんな美味しいになっちゃったんですね。今大家さん来て、大家さんも食べて、ほんとここは美味しいの。うまい。よかったですね。胸肉なんでヘルシーですよ、女性。メインが強いんで、ちょっと箸休めに。うん、完璧なランチですよ。そうか、ね、感謝。これ食べ終わった後に油が絶対なってない。なってないですよ。メインも濃いけど、ちゃんとあっさりしてるし、うん、あの副菜もあっさりめ、スープもね、すごい優しい感じで、うん、食べ終わったって満足度嫌な感じになって、よし、どうかも仕事頑張れるぞってなりますね。そんな感じ。他のメニューもあるので、ちょっとインスタチェックしてもらったり、タイミング合えば、火鍋ラーメン、2勝にはないとね、カレーラーメン紹介できたらと思いますけれども。はい。いよいよじゃあメインイベントのリク VS 鈴木のどっちがチャーハン上手かなっていう。すぐ対決しよう。そうですよ、俺だって。VS です。ちょっとやりたかった。リクさん、意気込みを。シューさんは超えます。そう、いいよ、なったじゃん。
動画見た人からすると相当レベル上がったと思うんだけど、めちゃめちゃ上がってるよ。ゆきちゃん何点ぐらいですか自分の中で。55点ぐらい。55点じゃ俺に勝てねえじゃん。俺もっと上いくよ。いただきます。いただきます。前回よりはいいです。前回よりはレベルは65点です。お、いいじゃん。おお。でも本当全然違った。練習します。すごいね。慣れてきたらあんなに鍋を振らないで作れた方が、振った数だけ鍋の温度が下がっちゃうからチャーハンが焼けなくなる。あの出した後のチャーハンの温度の下がりもすごい著しくなるし、このダマを要は表面に出すために一回振ったりとか、足を入れた時には振りぐらいに、まあ、慣れてきたら。前回全然違うよ。いただきますね。勝てるな。これは勝てるわ。ちょっと焼きすぎなんじゃない。ごめん、どうなの分かんないけど。でもうまくなってますよ。はい、すごいけどな。十分はそうです。いただきます。ちょっと焼きすぎなんじゃない。よし、じゃあ鈴木さん作りますか。厳しめで。じゃあね、鈴木が作っていきますよ。まずリクとの違い見せていいですか。米ってやっぱ状況変わるんで、これ食べてさあ、え、これなかった。酒ねえか。お酒をちょっと入れた方がいい気がする。お、そんなことない。そうです。ほら、じゃあ酒入れよう、酒入れよう。消防士、消防士。ほら、いく。やっぱ焼く前には米の状況見ない。この米でやっぱ焼いたら焼く気になっちゃう。で俺、ね、でもリクがすごいなと思うのが、俺これ怖いんですよ、油かかりそうで。全然余裕やってるよね。全然こうやるから。これ前回言われたのが油多かったのと、はい、多分温度が高くなりすぎて卵が焦げるって。はい、ここでね、温度を下げて。これも大事らしいですね。こら！こら！ほら、焦げてない。優しく先入れるって言うけど、どのタイミングで先入れるか分からないけど、多分ね、ほぐしてこのぐらいだあ、焦げてきた、焦げてきた。焦げたよ、これ。リクに負けてた。
ないですかね、わかんないですけど。ほら、持った感じが違うでしょ、ちょっと。しっとり感。しっとり感出たね。汗だよ。汗だよ。どうか、ちょっと焦げたら。先生。いただきます。はい。米は硬いから。肉より美味しいやん。やっとどんたくなしで肉より美味しい。食べればこれ同じ米やってこれだ。食べるとどうしたら美味しいか。食べ比べてみ。違うでしょ。いけた。あったぜ。酒入れるタイミング合ってたんですか。違う。あ、大丈夫です。味付ける前、味付ける前に酒入れる。酒入れる。一人前を振るときに最初から最後まで強火だと焦げちゃうんです。あ、米潰すときだけちょっと弱めにしてすれば焦げなかったんです。でもうまい。それで食べてみてください。全然違うじゃねえか。あー、バラバラなんです。しっとりがうまい。これレベル上がってますよね。香りがまた違います、ね。うん、紹興酒入れると、あと温度のもちもち、提供されてから食べてる間にやっぱり一気には食べれないので、うん、温度が下がりづらくなる。例えば紹興酒、調理酒よりも、まあ、料理酒でも紹興酒でもいいですけど、やっぱ香り、紹興酒の香りがつくとなんかそれも美味しいなって、まあ、ということで、このリクちゃんが負けないぞと。点数的には何点の。点数何点ですか。72点ですね。100点中です。いやいやいや。ということで、あのチャンネル登録、あとご来店お待ちしてまーす。個人的には、陸の、そう、陸の鍋振りと手紙がすごい上手なので、追いつかれそうになってきて、差は埋まってきてる。将棋好きなんですか。将棋大好きですね。もうあの小学校の頃からもうずっと1日2局3局はずっと指してますね。毎日毎日毎日。将棋坊主っていうアプリがあるんで、もうそれで1日3局必ず指してます。え、居飛車派ですか。振り飛車派ですか。居飛車です。居飛車派です。藤井聡太君、僕の先生なので、ちょっと藤井聡太君の攻め方かっこいいなと思ってちょっと勉強させていただいたんですね。思いますね。大好きです。ありがとうございます。